おい、メディナ。そっちは準備できたのか。なあ、いつでも出発できるぜ。そうか。いよいよなんだな。緊張しているか。少しな。けど、セントラルカセドラルに乗り込むことだけが緊張の理由じゃないんだ。さっきも言っただろ。私は生まれて初めてオルティナノスケ以外のために戦う。お前たち友人のためにな。ああ、嬉しかったよ。私にとってはこれまでの人生、いや今後の人生でも下すことのなかった決断だ。オルティナノスケの汚名返上、それだけを目標にしてきたが、気づけばお前たちがそばにいた。私はお前やユージを、アリス様やアスナたちと過ごす中で少しずつ変わっていった。そして友のために戦うという新たな目標を手に入れていることに気づいたんだ。今の私を父が見たら何と言うだろうか。メディナを変えてしまった一人である俺が言うことじゃないかもしれないけど、きっと誇りに思ってくれていると思う。そうだな。そうだと嬉しいな。ありがとう、キリト。なんだよ、らしくないぞ。これから挑むのは過去にないほど熾烈な戦いだ。今のうちに本音を伝えておくべきだと思ったんだ。そんな、別れるのが前提みたいな言い方するなよ。俺たちは全員で生きて帰って、また何気なく過ごせる日々を手に入れる。だろ？相変わらずの前向きさだな。ムカつく。と同時に、信じてみようという気になる。ああ、信じてくれよ。それで、帰ったら何をする？そうだな。また、お前と立ち会いをしたい。立ち会い？そんなのいつでもできるだろ。私にとっては思い出深いものなんだ。修験学院でお前と戦ったあの時、私は初めて他人と対等になれた気がした。そっか、なら立ち会いは絶対だな。あとは猫、迷い猫がいたらまた飼いたいな。そして今度はちゃんと死なせずに育ててあげたい。ああ、俺も協力するよ。他には？聞いてばかりだな。お前のしたいことはないのか？俺はそうだな、もっとメディナのことが知りたい。私のこと？なぜだ？一緒に長いこと旅をしたけど、メディナについて知らないものってたくさんあるだろ。メディナの幼い頃の話とか、オルティナノスケの話とか、それとはお父さんの話とか。あ、もちろんメディナが良ければだけどさ。ああ、そうだな。お前たちに聞いてもらうのは悪くない。しかし一つ条件がある。なんだ？何でも言ってくれ。私の幼少期や家族の話題に触れるんだ。お前のことも当然教えてくれるんだろ。俺の？ああ、話してもいいけど、ほとんどがリアルワールドのことだからな。構わないさ。なんなら見せてくれ。リアルワールド？そうだ。お前の過ごした世界を見てみたい。いつか連れて行ってくれ。わかった。約束だ、メディナ。いつか必ず連れて行くよ。ああ、頼んだぞ、キリト。それじゃあ、行くか。そうだな。準備はいいぞ。終わらせよう。そして、お互いの約束を果たそう。